辞退する可能性が高い、スノーマン NHK が旧ジャニ解禁も紅白、出場に後ろ向きな影にある、去年の因縁。NHK の定例記者会見が10月16日に開かれ、稲葉延雄会長、73、が、旧ジャニーズ事務所所属タレントへの新規出演依頼を制作現場の判断で可能とする方針を発表しました。NHK から、熱烈ラブコール、を受けるスノーマンは20年1月にデビュー。同年末の紅白に初めて選出されるも、メンバーが新型コロナウイルスに感染したことを受けて辞退。こういった背景もあり、21年の初出場の際にラウールが、この1年間、紅白のために頑張ってきたと言っても過言ではないと発言するほど、紅白への思い入れが強かった。22年の紅白にも出演しているスノーマンは日本の音楽シーンで欠かせない存在になっており、23年の紅白も実力からすると、頭角のアーティストでした。しかし性加害問題で旧ジャニーズのグループはすべて選考から外されることに。メンバーは事情を理解し、仕方ないと考えていたものの、納得できないところはあったようです。音楽関係者。